はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ドラゴンクエストビルダー前回の続きからやっていきたいと思います。前回こちらの、虹の雫ができたので、いよいよね、まあボス戦じゃないかなというところですね。で、食事等々もないので、一旦まあ戦闘に備えてですね、いろいろちょっと作ってみたいと思います。骨付き焼肉、これ作ろうか。はい、目玉焼きも作っとこうかな。よし、まあ、こんだけあれば食事には困らないかな。ミルク、豆乳、どっから持ってきたんだろうなこいつら。まあこんなもんかな。はい、まずどこに行くんだっけ。ちょっと話しかけてみよう。好きな場所で虹の雫を使えば竜王のいる魔の島に行くことができるでしょう。あ、もうどこでもいいの。竜王の後ろには何やら仕掛けがあると伝え聞いております。進むべき道に迷ったら注意深く探索してみてください。あ、マジか。あ、大丈夫大丈夫、ゆっくりと体を休めて準備を整えてから竜王の決戦に挑んでくださいねと。よし、どこでもいいんだね結局。大砲だけ持っていこう。大砲は片付けた。あれあれ、大砲がないぞ。前回外で戦闘した時に置いてきたかな。あー、落ちてる。いや違う、これ違う。あれ、大砲どこだ。あれ、登れない。なんかいろいろとすごいことになってるな。あ、大砲ここ置いたままだ。よいしょ、はい、もう一丁。よし、じゃあね、あ、夜になり始めたな。じゃあちょっと一旦寝ようか。一旦寝て朝になったら、屋上で虹の雫ね、使ってみましょう。で、結局これ何だったんだろうね、この荒野の心。必要な時に使おう。まあ、持ってってみようかな。もしかしたらなんかいいことあるかもしれない。あ、持ってく必要はねえな。よし、じゃあ一旦寝ます。はい、おはようございます。じゃあこれで虹の雫をね、あ、多分なんか、あ、開かない開かない。虹の雫を使ってみましょう。引っかかってるな、またここで。まあこの辺り広いんでね、ここの辺りで使ってみましょう。使います。竜王の島へと旅立ちますか。はい、おお、そんな分なんだ。もう旅の扉みたいな感じだね。クッククッククと。よくぞ来た、それと物を作る力を持つ者よ。我が城でそなたを待っておるぞ。わははははは。はい、すごいなんか受け入れてくれてますね。ちょっとマップ見てみましょうかね。おお、結構広いぞ。広いけど何もない感じじゃないかこれ。じゃあ車で移動しましょう。うわ、いる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 、めっちゃおるやん、ドラゴンとか。よし、肉か、ただの。うわ、ドラゴン多いな。ちょっとマップ確認。あー、まあ特にドラゴンがいっぱいいるだけで特に何も情けだから、ガンガン進んじゃっていいかなこれ。うわ、城でかっ。
まあ、とりあえず道なりに進んでね、これだね。はい、これが城のどうも門。あとスライムがなんかいる。キングスライムがいた。よし、ちょっとキングスライム見に行こう。先にもしかしたらね、あの荒野の心だっけ、あれが役に立つかもしれないからね。よし、ここを登ろう。よいしょ。お、キングスライムがいるぞ。なんかくれないかな。お、余裕だな。なんかキングスライム中がなんか紫色なんだね。あれ、お、でかっでかっでかっ。なんかいる、めっさいるよ。話す。お主か、世界を元に戻そうなどという不届き者は。お前がどんな力を持っていたとしても、かつての美しい世界を取り戻すことなどできぬ。諦めるのだビルダーとやら、竜王様の闇の力は絶対なのじゃ。まあわしとて昔を思い出すと少し寂しくはなるがの。緑の思い出をひらめいた、広い草原の思い出、必要な時に使おう。ん？使おうって言われてもな。まあこれが材料なんだろうね、多分。どうやって作れるんだろう。作る場所が、あるかな。これは香炉だからね、ないね、これは。じゃあ一回帰った時に作るようにしましょうか。それでこの、いて、なんだっけ、キングスライムにあげよう。すっげえめっさ攻撃されてる。ちょっとマップ確認、まあ、とりあえずこの先に行ってみようかな。なんか怖いよ、すごい。これは壊れるのか。あ、壊れるね。あ、違う違う違う、なんかいるな。あ、壊れねえな。いてえ、いた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 。ちょ待て、強いぞこれ。宝箱もあることが分かったしな。ほら、よし、じゃあ宝箱の確認だね。開く。命の木の実、これは嬉しいぞ。はい、じゃあ次行きましょう。次のステージ、よし。お、なんか鉱山みたいなのがあるな。そろそろね、あのメルキドグリーグとかね、あの辺が出てきてもいいと思うんだけど。何もないな。お、何もない。あ、普通に何もない感じだなこれ。よし、いいや、次どんどん行こう。ちょっと一旦マップ確認。おお、城でかいな。ほんと何事もなく城にたどり着いたな。このまま突っ込むか。よし、はい、城に到着ですね。中には敵がいるし、お、なんかいる。よし、よし、
開いた。うわ、危ねえ。よし、いいぞ。ほら、よし。これ強えな、この車。ほら、よし。あ、いてえ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 。やばい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 、すっげえやばい気がする。よし、ちょっと一回回復しようかな。いっぱいあるしね。なんかいるな。ほら、よし、逃げよう。これはヒットアンダーウェイだ。おい、よし。お、宝箱。なんだこれ、マンドラゴラか。いらないな。これなんだ、初めての守りのルビー。これなんか前出たかな、防御力アップとか。敵から受ける直接ダメージを半分にする。うん、特に今はいらないかな。これなんだ、竜王の椅子。これいいな。調べる。玉座の後ろから風を感じる。まあここだね。どう考えてもこれだわ。そろそろこの破壊の剣壊れそうだね。なんと階段を見つけたと。おお、これあー作れないか。うん、作れる？作れないね。なんだろう、綺麗な場所に出たな。お、おお、来た。よくぞ来たソルトよ。わしが王の中の王、竜王である。わしは思わなかったぞ、そなたのような若者が現れるとは。選ばれし勇者ではなく、今やルピスの加護すらない不完全な存在か。しかしそなたのその顔、なんとも恐ろしい顔だ。そなたこそ人間の物を作る力の恐ろしさを表しておる。そなたを見てきたであろう、メルキド、リムルダール、マイラとガライア。それらの地で起こったおぞましい出来事は全て人間が自らの力で起こしたことだ。やはりそのような力、この世界から消してしまわねばならぬ。そうでなければこの世界は再び調和を失い滅びてしまうであろう。さあ来るがよいビルダーよ、わしが直々にそなたを消してやる。竜王。まあこんなんね、わざわざ正面から戦う必要はないですよ、これね。もうこうですね。うぃー、うお、危ない危ない。アイテムが使えなくなった。これは使えるのか。オッケーオッケー。ほら、これはアイテム扱いではないらしい。こんな、これハメじゃねえのか、これ。よしよしよし、いいぞ。しかもちょうど縦になってる。これ強いな。いて、大丈夫、まだいける。守りの壁が消え去った。いいのかこんなんで勝って。ボスのダメージすごい減ってるが。これいいのか、これハメじゃねえか、これ。こんな正々堂と戦ってないけどいいのかな。よし、うお、何何何や、それなんだ本当。ちょうど当たんないけど何が起きてんだろうな。
何が起きてるのか全く分かんないな。これハメだな。もう順調だねこれね。だんだん侵食されてきているが、よし、ヘレヘレ勝ったなこれ。よし、やるではないか。どうやらそなたの強さはそなただけの強さではないようだな。そうか、自らが作り出したものの強さということか。惜しいなその力。そのような力にはわしも未来の力を解き放たねばなるまい。未来の力？ぬん。そうだソルトよ、本来の力を見せる前にそなたにもあやつと同じ問いかけをしようではないか。ソルトよ、世界の半分と引き換えにわしの味方にならんか。迷うことはあるまい。そなたは世界を救うべき勇者ではないのだ。ルピスの課した責務とやらももはや関係ないはず。心配するな、そなたには闇の世界を与えるようなことはせぬ。そうだな、そなたが自由に物を作れるビルダーとしての新しい世界を与えてやろう。よいか、すると改めてそなたに問う。もしわしの味方になれば世界の半分をソルトにやろう。どうじゃわしの味方になるかね。半分なんかいらないですね。ほう、では良いのだな。もしそなたがわしに負ければ、そなたが築き上げた町も復興した村も、助けた人々も出会った仲間も、何もかも全て滅びることになるのだぞ。本当にそれで良いのだな。後悔はせぬのだな。そうか、愚かなやつめ。ではソルト、地獄で後悔するがよいと。ソルトよ、聞こえますか。何その声は。ルピス、貴様今更どうして。ソルト、勇者ではない、あなたの力だけではやはり竜王に勝つことはできないでしょう。しかし今まであなたが作り上げた力ならあなたを助け導いてくれるかもしれません。さあ皆で力を合わせ竜王に挑むのです。小賢しい、行くぞソルト、我が真の姿を見せてやる。おお、なんか揺れてる。おお、そうか、竜王ってこうだったな、そういえば。あ、ちょっとね、右上を向いてる感じがね。おーい、俺の大砲どこ行った。いや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 、物を失ったって意味わかんねえし。ちょっと待って、は、いや仲間が助けに来てもお前ジジイかよ。メルキドシールドを手に入れた。はいはいはい、どこ。いや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 、食われたよ。あ、そういう感じ。ちょっといらねえもん持ってくんな。行って、うわあ、ちょっと待ってくれよお前。やばいなこれ。ちょっとメルキドシールド一気に使いすぎたな。これは、あ、来た来た、誰誰誰誰誰、お前ジジイか。メルキドシールドか、くれ、よこせ。危ねえな。よし、どうする感じ。なんか特にこれで終わるんだったら特に強くないよなこいつ。おーい、なんか暗くなったぞ。いや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 、呼ぶなそんなやつ。いや、攻撃してきちゃダメでしょ。センキュー。力をため始めた。
うわうわうわん。力をため外したぜ。よし。いや、これはいらんだろ。あ、いってえよ。ちょっと、落ちろ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 。待て待て待て。いや、世界樹の墓。よし、一匹は殺した。よし、あ、これ降りれる、向こうが降りれない。ちょっと、おい、なんかすげえ溜めてる、めっちゃ溜めてる。ジジイ来い、ジジイ。お前誰だよ、いた、お前なんか知らないよ俺。これで役立つのか、これ本当に。立たねえじゃん、嘘つき。ちょっとジジイ、ジジイ来ねえ。あ、来た、すごいいいものが来た。減らねえな、あんまり。こっち側に打ってくれ。よし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 。うわーん、壊しちゃダメ。あれ大事だから。いや、なんか始まったぞ、また。痛い痛い、やばい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 。よし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 。よし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 。お、なんか来た。おお、なんかこんなんあるか。あ、おい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 、バカか。いやん。あー、世界中の歯すげえ。いや、これダメージ効いてねえな。おい、そんなもん呼ぶなや。あぶね。ちょ待て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 、バカじゃねえの、ドラゴン2体とか。うわーん、壊れた壊れた。これはいけない。これどうすよ、痛えし。あ、あ、いや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 、ちょっと待ってよ、回復。うーん、回復。よし、あ、まあまあ、よし、とりあえず一匹撃破。約束、いてえし、いてててててて、やばいやばいやばい、絶対やばい、痛いし、バカ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 。よし、とりあえず撃破。どうしよう、何ももう攻撃する手段がないぞ。来た来た、直接切るしかないんか。いやいや、当たんねえし、これ。来た来た、ジジイ、ジジイくれ、早く。いや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 、打ちすぎ打ちすぎ。すげえ力貯めてるけど。来た来た来た、いってーし、バカじゃねえの。あー、無双。
はい、ではね、次回、バトルのね続きをやっていきたいと思います。今回は、中途半端ではありますが、ここで一旦終了としたいと思います。また次回もドラゴンクエストビルダーズ、実況のご視聴ください。ソルトでした。